あとミュージシャン以外にもしもお仕事をしてるとしたらなんだっていうところ、レイナさんは株。株のトレーダーってことですか？いいですよね。ああ、なるほど。パソコンの前でカチカチやったりとか、デイトレーダー、ね。かっこいいんですよ。テレビで見たら、はい、めちゃめちゃ早いんですよね。モニターが6つぐらいあってね。本格的なんですよ。そうそう。ちょっと真似したいなと思って。株。株、はい。と思ったら、うん、おるきさんはね、ペットショップの店員さんという、ワンちゃん飼ってるからね、これね。そうです、動物お好きなんですか？好きですか？はい。もうね、僕大好きなんですよ。ワンちゃん連れてきてます、連れてきてますよ、そこに。あら、何？チワワです。ああ、いいですね。名前は先生っていう名前に。俺も飼いたくて、はい、実家では飼ってるんですけど、もう本当に買いたいなと思って、何を買う予定ですか？僕豆柴。豆柴可愛いですね。俺もそう思うわ。でしょ？うん、乗っかってきたい。そう、癒されますね。極小豆柴っていうのがいるんですよ。え、はい、手乗りの。もうさらにちっちゃいの？もうこんななんですよ。え、大きくなんないんですか？それ以上あんまりもう。どうなんですかね。あれあれいますよね。でも買ってみたいんですよ。もうなるほど、店員さんになりたいぐらい好き。もうあと俺犬とか大好き、動物好きなんですよ。だから犬の映画とか見ると絶対泣いちゃうんですよ。ああ、俺もす。何でも乗っかっていくな、これ。異様に負けず嫌いですよ、なんかね。で、ガゼット的には4月13日に大阪城ホール、19、20日は国立競技場大体館でライブがあるということで、はい、このライブ、一体どんな感じのライブになっていきそうな感じですか、これ。まあ、ツアーの、ね、うん、ファイナルなんで。そうですね。まあ。でもなんかちょっと特別感もあるのかな、みたいな、多分ファンの皆さんのあれもあると思う。いや、もしそこで初めて、一緒について行った人は分かってくれると思うんですよ。初めて見る人がいたら、また新しくなってるんじゃないかな。そうだね。かっこよくなってるんじゃないでしょうか。ライブ終わった後にみんなで反省会とかやったりするんですか？ああ、するね。っていうか、まあ終わったら、その日に、うん、次の日のセットリストとか決めるときに、この間このつなぎはこうだったからとか、っていう話でセットリスト決めるんで。あと、必ずその日のライブのビデオを見るんで、あ、必ず見るんですか？移動中のバスとかで。まあ、2、3曲目で寝ちゃってるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、待って。疲れてますからね。そうですよね。もう飯食いながら見てるから、あ、そうか。耐えられないんだよ。ちょ、大概ね、俺とルキがね、よく寝る。早い。俺が一番後ろなんですよ。だから、誰も見えないじゃないですか。だから、一番寝やすい。寝てんなよって言われづらいからっていうね。そう、レータの足がもうこの辺にガーッ。うわーガーッみたいな。そうだね。かっこよくなってるんじゃないでしょうか。ライブ終わった後にみんなで反省会とかやったりするんですか？ああ、するね。っていうか、まあ終わったら、その日に、次の日のセットリストとか決めるときに、この間このつなぎはこうだったからとか、っていう話でセットリスト決めるんで。あと、必ずその日のライブのビデオを見るんで、あ、必ず見るんですか？移動中のバスとかで。まあ、2、3曲目で寝ちゃってるよ。ちょっと待って。そうです、動物お好きなんですか？好きですか？はい。もうね、僕大好きなんですよ。ワンちゃん連れてきてますよ、そこに。あら、何？チワワです。ああ、いいですね。名前は先生っていう名前に。俺も飼いたくて、実家では飼ってるんですけど、もう本当に飼いたいなと思って。何を飼う予定ですか？僕、豆柴。豆柴可愛いですね。俺もそう思うわ。でしょ？乗っかってきたい、そう。癒されますよね。極小豆柴っていうのがいるんですよ。え？手乗りの。もう。さらにちっちゃいの？もうこんな。4月13日に大阪城ホール、19、20日は国立競技場大体館でライブがあるということで、このライブ、一体どんな感じのライブになっていきそうな感じですか、これ。まあ、ツアーの、ね。ファイナルなんで。そうですね。まあ。でもなんかちょっと特別感もあるのかな、みたいな、多分ファンの皆さんのあれもあると思うんですけど。いや、もしそこで初めて、一緒について行った人は分かってくれると思うんですよ。初めて見る人がいたら、また新しくなってんじゃないかな。あと、ミュージシャン以外にもしもお仕事をしてるとしたらなんだっていうところ、レイナさんは株。株のトレーダーってことですか？いいですよね。ああ、なるほど。パソコンの前でカチカチやったりとか、デイトレーダー。かっこいいんですよ。テレビで見たら、はい。めちゃめちゃ早いんですよね。モニターが6つぐらいあってね。本格的なんですよ。そうそう。ちょっと真似したいなと思って。株。と思ったら、おるきさんはね、ペットショップの店員さんという、ワンちゃん飼ってるからね、これ。なんですよ。え、大きくなんないんですか、それ以上あんまりもう。どうなんすかね。あれあれいますよね、でも。飼ってみたい。いいんですよ、もう。なるほど。店員さんになりたいぐらい好き。もうあと俺、犬とか大好き。動物好きなんですよ、基本的に。だから、犬の映画とか見ると絶対泣いちゃうんですよ。ああ。ああ、俺もす。何でも乗っかっていくな、これ。異様に負けず嫌いですよね、なんかね。で、ガゼット的に。